はい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 、皆さんおはようございます、パクです。僕は今京急品川駅に来てるんですが、今回この動画は京急の最新型車両線形1890番台の見学会の様子をお届けしたいと思います。京急では2021年5月6日より最新型車両線形1890番台をモーニングウィング3号より運用を始めると発表しました。この線形は2007年に製造が開始されて、それから少しずつマイナーチェンジなどを経て、そして今年の5月6日より新しくまた線形の仲間1890番台、 1891F と 1892F だったと思いますが、その4両編成2本が新しくデビューをします。で、本日は4月の17日土曜日ということで、今日はちょっとあんまり天気が良くないんですけどね、今日はその新型車両の展示会が一般公開ということで、この京急品川駅で行われるそうなんですね。というわけで今回はその様子を見に行っていきたいと思います。京急の最新型車両、僕もねちょっと楽しみですよ。どんなものか楽しみにしております。よろしくお願いします。こんな感じでね、イベント参加の御礼、この度は新型車両展示会にご参加いただき誠にありがとうございます、どうこうこの云々と書いてありまして、ご丁寧にクリアファイルまでいただいてしまいました。すごいね、1891-1 ニューデザイン。京急はねずっと10年ぐらい15年ぐらいかな、線型を作りまくっていまして、この1890番台も線形の一つです。ご丁寧にこんな入場証明書っていうんですかね、こんなものもいただきまして、これで早速中に入っていきたいと思います。ご丁寧に新車の展示会、展示会場は3番線となりますと書いてあります。品川駅の3番線は行き止まり式のホームとなっていて、夕方のウイング号などはこの3番線から出発していくんですよね。さあ、品川駅の3番線にやってきましたが、お、いましたね。あちらが今回デビューする最新型の一線形1890番台です。この線形1890番台の一番の大きな特徴、特に外見面では中央に取り付けられた貫通扉、これが目を引くんじゃないでしょうか。従来は車内から進行方向を向かって右側についていた貫通扉が並結時などを考えて、今回この線形1890番台では中央部に取り付けられています。これもちょっと特殊ですよね。早速持っていきたいと思います。すごいな、もう見た目からすごいんですけどね。車内もね、いわゆる新車の匂いがプンプンしています。新車の匂いがすごい。さて、一番仙岳寺寄りの号車はこのようなロングシートとなっています。線形1890番台では京急では初めて LC カーを採用しました。ロングシート、クロスシート転換可能になっていて、普通の営業列車、普通とかエアポート急行とかそういった場合にはロングシート、それからモーニングウィングなどの座席指定列車ではクロスシートとして運用されます。またしっかりですね、このような全面展望席も用意をされております。2002年以降順次デビューした一線形では基本的に全面展望席は省略されているんですが、この1890番台ではその全面展望席が復活しています。さあ、座ってみましょう。やっぱりちょっと貫通扉が中央にあるっていう景色は少し不思議ですよね。それからこれはあのプレス発表の時に鉄道マニアの間を大きく沸かせたこの狭すぎる戸袋窓、これもすごいですよね。またシートポケットはこのような感じで、これは三浦半島の波を、この東京湾とか相模湾の波をイメージしたらしいんですけど、どう見ても虎の柄にしか見えないんですよね。あの大阪のおばちゃんが着てるようなやつ、もうあれにしか見えません。こうやって見てみると、この全面展望席のところの側窓がいかに細いかということがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。しかしどんなに狭くなっても側窓を全面展望席につけるのが京急クオリティ、この1890番台にも付けられています。また京急についてですが、この運転台の圧力計、それから速度計については最近はデジタル式のものが普及しているんですが、ただこの1890番台ではアナログ式のものが使われていました。まだ釣り革は基本的に、まあ、このような、まあ、京急では歴代ずっとこの丸型の釣り革が使われているんですが、この1890番台は従来車に比べて少しだけこの釣り革の直径を大きくしたんだそうです。またドア周りはこのようになっていて、下には黄色のシールっていうんですかね、これもついています。ちょっとね、ロングシートのところに座ってみましたけど、こんな感じ。従来の京急のロングシートっていうのは基本的にドアとドアの間は8人掛けなんですが、この1890番台は6人掛けということで2人分定員が減っています。しかしその分、まあ、コンセントがついたりとかドリンクホルダーがあったりとか、まあ、ロングシートの場合は使いませんけれどね、そういったところで少しグレードアップがなされています。それからこれドアのところの化粧板ですが、ここも座席と同じように、まあおそらくは三浦半島の海のそのささ波をイメージしたようなデザインがなされています。結構僕はこういうの好きですよ。今回は 1892F が展示会に使われていました。総合車両製作所2021年製
もう今年できたばっかりの出来たてほやほやの編成ですからね、本当にどこもかしこも綺麗です。この貫通扉のところとかの、この車両間のね、貫通扉とかホロとかも汚くなりがちなんですけど、でもまだまだ全然綺麗、超綺麗なんですよね。先ほどの号車はロングシートでしたが、こちらはクロスシート形式。この1890番台では1両ごとにロングシートとクロスシートを切り替えられるようになっていて、この一般の営業列車だけではなく、イベント列車などでも柔軟に運用できるようになっているんだそうです。座席の転換はこのように、この肘掛けの後ろのつまみを引っ張ってこのように回します。 E259 系の成田エクスプレスと、まあ、似たような感じですかね。座席はこのような感じです。自分で回転させられるし、まあ、テーブルはないですけど、でもこういう絵文格もあるし、それからこのつり革は一応クロスシートの状態でも、まあ掴んでそんな問題ないぐらいの大きさになってますね。こんな感じですけど、これあの自分でね回転することができるらしいんですよ。2100系はあれはね、あの自分でお客さんが転換クロスシートパターンでやることはできないんですけど、で今回は自分でお客さんが座席を回すことができるようになっています。1890番台一番の特徴はトイレです。長時間の運行でも耐えられるように男性用トイレが1つ、それから誰でも使えるようなバリアフリーのトイレが1つずつついています。え、小さ、狭っ。いや、あのね、新幹線のグリーン車とかでもね、一応男性用トイレってあるんですけど、こんな小さくはないな。狭いっすね、ほんとに。鍵もね、一応閉められるようになってるみたいです。ただ結構硬いっすよ、新車だからかな。水は出るんですかね。あ、出るわ、普通に出ましたわ。男性用トイレがある号車から渡ってきてすぐ横にあるのがこのようなバリアフリートイレ。 JR 東日本の、 あの E233 系とか、それから E531 系にあるようなトイレと基本的に内装は一緒です。ただこういうのはなかったですね。こんなお尻とかビデとかノズル切れとか、そういうのはなかった気がします。何人か水流したんでしょうかね。このようにちょっと水で濡れています。これちょっと疑問に思ったんですけどね、これ多分ね、車椅子でも中で出入りできるようになってるとは思うんですけどね、これ閉めるじゃないですか。で、このトイレの横のこのスペースが不思議なんですよね。膝、腰の痛み、足のつり、同行、バス運転士募集中。この広告が出ているスペースは何のためにあるのかと。この京急1890番台のみならず、この京急の車両っていうのは維持量が18メートルになっていて、まあ、少しこの窓のところっていうのが広いんですね、車端部のところが。おそらくここにトイレ関係の機器を設置して、そしてスペースの埋め合わせをしているのかもしれません。で、今回一般公開では中間の2両がクロスシート状態、そして両端の2両がロングシートの状態で一般公開されました。で、このように中間車はクロスシート形態になってるわけですけど、じゃあ座ってみましょうね。さっきはロングシートに座りましたから、今回はロングシートじゃないクロスシート。座席はね、そんなめちゃくちゃ硬いっていうわけではないんですけど、でもね、すごい快適ですよ。だいたい品川から、まあ、栗浜とか三崎口とか、それぐらい、多分だいたい1時間半くらいかな、2時間はかからないぐらいの距離になると思いますけれど、でもね、全然これだったらいけそうですよ。さすがにこれでね、あの成田空港から三崎口まで行くとか、なんで目つぶってんだろう。まあそれはいいよ、どうでもいいね。あの、多分そういうのはね、無理だと思うんですけど、でもね、これで例えば品川から三崎口まで2時間ぐらいだったらいけるんじゃないですかね。ちなみに座席の転換を目の前で見るとこんな感じになります。結構これがね、重いんですよ。重いんでね、ちょっと気をつけた方がいいかもしれません。それから、この足元のところに1人1つコンセントが付けられています。ランプ点灯時に使用できますということなので、おそらくロングシート形態の時には使えないんじゃないかな。それから紹介しそびれましたが、座席背面にはペットボトルホルダーも付いています。他にペットボトルホルダーが付いてるやつって言ったら、例えば東急の Q シートとか、あと西武 S トレインとかもそうですよね。座席の雰囲気はおおよそこんな感じです。またこの何号車なのか分かんないですけど、多分ね2号車だと思うんですが、2号車にあのさっきの車椅子対応トイレがついているので、4号車と2号車4両編成の中に合計2箇所車椅子対応スペースがついています。さあ、そしてこれ、この座席の下に注目していただきたいんですけれども、このちょっと出っ張ってるところがあるじゃないですか、ここね。ここが実はですね、あのロングシートになるときはしまわれるんですよ。何言ってるか分かんないかもしれないけど、ロングシートからクロスシートに転換されるときにここが出てくるっていう仕組みになってるんですよね。なんでか分かんないけど。それから足元の広さですが、これ通路側はね、文句なしです。本当に広い。
これがね、普通車であるっていうんだからびっくりしますよ。で、窓側は、まあ、景色が見られるっていう点ではいいんですけど、ただ、通路側に比べると少し足元が狭くなってしまいます。まあ、暖房機器とか、まあ、いろいろ詰まってますから、しょうがないんですけどね、こればっかりは。そして、一番前の号車にやってきました。一番後ろの号車と一番前の号車が、今回の一般公開ではロングシートとして扱われています。ここは優先席なんですが、吊り革も黄色、また高さも少し低めに設定されています。これさっきお見せしたロングシート状態の座席ですけど、これ床のところを見ていただくと、さっきクロスシート状態の時には出ていたあの突起がないっていうのがわかりますかね。この下のね、線が入ってるところ、あそこがロングシートからクロスシートに変わる時に出てくるんですよ。これどっちかっていうとね、これ優先席の方は、京急は基本的に青い座席を使っているんですが、これ優先席の方が三浦の海感出てますよね。こっちがね、普通の座席なんですけど、こっちはなんか大阪のおばちゃん感があるのに対し、さっきの優先席の青い座席の方がどっちかっていうと三浦の海をイメージしている感じがします。で、また今回はこの1890番台初めて後付けではない普通の防犯カメラがついています。さっきのクロスシートのところに戻ってきましたけど、この足元の機器のところを見ていただくと、もうさっきとのね、クロスシートの差は歴然です。あのちょっと飛び出てる箱、これがロングシートからクロスシートに転換されるときに出てくるわけです。ロングシートと見比べてみましょう。わかりやすいですよね。もう皆さんもね、ここまで来れば、ああ確かにちょっと違うねということがわかるんじゃないかなと思います。この1890番台の座席の幅は 46cm460mm、 2100系よりも 10mm 拡大され、京急では最大の座席幅となっているんだそうです。まあ、確かにね、さっき座った時も、あ、なんか2100系とはちょっと違うなという感じがしましたけどね。またもちろんですけどね、京急の場合は大体どの車両もついていると思うんですが、カーテンもフリーストップ式のものがついています。JR は一番下まで下ろすということはできないんですけど、特急とかだと。ただ、京急の場合は一番下まで下ろすことができます。やっぱり新車だからっていうのと、あとフリーストップ式だからなんですかね。非常にこれ動きが滑らかなんですよ、こんな感じで。もうスルスルスルっと簡単に動いてくれます。それからこのコロナの情勢下ですからね、密を避けるとか、あの、3密を避けるとか言ってますけどね、このように窓もかなりこれ大きく開くんですよ。びっくりしましたよ。こんなに開くと思ってなかった。JR の車両でもね、ここまで開くっていうのはなかなかないんじゃないですか。カーテン同様、非常に滑らかな動き。さて、こちらはさっきお見せした男性用トイレの真向かいのところなんですが、窓は開きません。しかし、カーテンはここにも装備されていて、このように閉めることができます。ちょっと遠くから見てみると、なんかちょっとシュールですよね。僕いつもやっぱ JR 乗り慣れてるんで、こういう景色っていうのはあんまり見慣れないんですよ。あの特急とか乗らないと JR の場合、特に東日本はね、あのカーテンないですから。それからこちらは非常通報器。もちろんピカピカ。18923と書いてありましたが、これはおそらく 1892F の3号車であるということを示すためのものなんじゃないかなと思います。最後に紹介することになりましたけど、ドアの上にはこのような2画面の大型 LCD ディスプレイが設置されています。本当はもっと隅々まで見ていきたいんですが、もう時間になりましたんで観念して降りることにしたいと思います。ここでお土産を引き換えまして、そして解散ということになりました。このような感じで、車両側面は全塗装になっていますが、ただ少しだけ今までの線形とは違う箇所があります。皆さんこれだけ見てちょっとわかりますかね？トイレあるなしとか別として。こちら今発車しているのが、今現在運用されている線型。そして奥にも線型が止まってますけど、これ見てわかりますかね？この雨どいがちょっと形が違うのがお分かりいただけるんじゃないでしょうか。これこんな感じになっていて、あの E235 系とかとね、同じような感じになってるんですよ。ちょ、わかるかな？それからこちら今窓が埋められている場所がありますが、こちらに先ほど紹介した男性用トイレ、それからバリアフリーのトイレがついています。というわけで今回は京浜急行の最新型車両線形1890番台の見学会に行ってきました。もうやっぱね、当たり前なんですけど、もうすごい綺麗なんですよね、これ。どこもかしこも座席も床も、それから、まあ少し汚くなりがちな、うん、貫通ホルドの部分とか、そういったものも非常に綺麗になっていて、京急の威信を感じられるような、そんな車両でした。この線形1890番台は、来る2021年5月6日、三浦海岸6時9分発、モーニングウィング3号品川行きより運用を開始し、当面の間はそのモーニングウィング3号でのみ運用される予定になっています。ですから、この1890番台にエアポート急行とか、それから快特とか、そういった運用で乗ることはしばらくはできないんだそうです。これは京急の方から伺いました。皆さんもぜひ、この1890番台、モーニングウィング号でしばらくは充当されるそうですけれど、乗ってみてください。それではこの辺で失礼いたします。今回もご視聴ありがとうございました。